仙台は16時6分の到着予定を設定しております。途中の道路状況により多少時刻が遅れることもございますので、あらかじめご了承ください。走行中危険回避のため、やむを得ず急停車通過をする恐れがございますので、お客様の安全保護、車内事故防止のためシートベルトの着用にご協力願います。乗車券、整理券はお利用さえいただきますので、紛失されないよう大切にお持ちください。もし紛失されてしまうと始発時からのお運賃をいただくことになってしまいますので、あらかじめご了承願います。本日の乗務担当、神戸営業所の南部でございます。安全運転に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。